親父が日本に遊びに来てたので、同じタイミングで日本に帰ります。僕は東京に、実はな、韓国に引っ越してきてから韓国から東京に行くの初めてやねん。あ、そうなの？ずっともう東京に家ないからさ、うん、大阪に帰ってたから。あ、そうそうそう、そこで行くのが初めて。そう、久しぶりの羽田空港。うん、帰り、そう、よし、帰り成田やん、またソウル戻る。確かに2泊3日でまた東京に行ってきます。今からチェックインします。僕ら今から夜10時35分の飛行機なんですよね。めっちゃ早く空港に着いたもののチェックインがまだできないので、とか並んでんだけど、あれ行こうよ、あれ行こうよ、行ってきます。まさかの購入、あ、やめて。ボイさん、ジェントルモンスター購入。でもボイさん、全然インスタ更新しないから何か。あ、やばい、すいません、教えません。教えてくれないみたいな。気になる方、DM してください。ですね、昨日っていうか、まあ日付は今日だったんですけど、夜中の1時に日本に着いて、成田に着いて、でそのまんま一緒に日本に来てた友達と、あの友達の家まで行って一泊させてもらって、で今日朝、美容室に行って髪の毛をね染めてきました。いい感じのレッドに。今日もね、友達ん家に泊まる予定だったんだけど、もう申し訳ないし、あのあれなんで、ホテルを急遽取ってきました。一人なんだけど、やっぱツインルームにしてめちゃめちゃ広くしてる。クソでかいキャリーなんだけど、これ広げても余裕が全然あるぐらいなので、もう本当にね、大満足です。で今日はこの後夜の8時にアレキサンダー1のイベントがあるので、そこに行くんだけど、ちょっと友達、知り合いからの連絡がなくて、どうするかって感じですね。昨日も朝めっちゃ早くに来たんで、あ、到着しちゃって全然寝れてないので、ちょっと寝ようかなみたいな感じです。久々の日本ということでラーメンを買いました。ファミリーマートの海鮮ちゃんぽんで、僕がね今回やらかしたなーって思ったのが、今回ね充電器とか忘れちゃって、携帯の線はあるんだけど、あのコンセントの部分を忘れて、コンセントの部分を買ったのね、さっき。そして、あ、じゃあそれ使って充電しようと思ったら、 iPhone の線も忘れてたの。あのタイプ C のさ、 iPad とかの充電器はあるんだけど、あの Apple Watch とかの線はあるんだけど、iPhone のあの線を忘れてもうて、どうすることもできねえじゃんと思って、 iPhone の線も買わなきゃいけないと思って、これ買ったんだけど、これもうだって4000円ぐらいしたからね。しかも僕かさ、韓国に住んでんじゃんってなるとさ、このタイプ、この日本のこのタイプってマジで使えないの。まあ変圧器を使えばいいんだけど、もう住んでるからさ、韓国タイプを使うわけじゃん。だからこれってマジで日本でしか使わないから、マジで買いたくなかったんだけど、4000円もするし。で iPad はね、なぜか タイプ C なの、あの iPhone のあれじゃないのよ。だからまあタイプ C 専用のやつを買ったんだけども、あ、であとね、さっきこれ薬局でロキソニンも買った。2つ、やっぱね、僕韓国にいるとね、韓国はね、だいたい頭痛薬とかっていうのが、あのタイレノールってやつなんだけど、まあ日本でも売ってんのかな。タイレノールの 160mg と 500mg の 2つあるんだけど、500使っても全然効かねえの。だからもうロキソニンしか立たんっていうことで買っといた。でもほんと、あさってまたソウルに戻るんだけど、もう戻る前にもうちょっと買い足そうと思ってて、あのもしもの時があったら嫌じゃん。有効期限とかもちろんあると思うけど、それが、まあ、過ぎてもいい、使えずに。とりあえずもう本当に備えあれば憂いなしってことで、薬系はマジで日本しか勝たんし、ロキソニンしか勝たん、あの鎮静解熱、お前しか勝たんマジで。あとこれも買った、パブロン、うん、こういう薬系はね、本当買っておくべき。本当髪色お気に入りです。島原宿の深町さんにお願いしました。よかったらぜひぜひ行ってみてください。でも金髪だったからさ、眉毛ゴンゴンにブリーチしてるのね、
てな感じで、また今日夜また出るのであればまだ動画回すし、出なかったらまあ明日になるかなって感じです。おはようございます。東京2日目昨日に比べて赤がねちょっと抜けました。っていうかね、僕マジで今ちょっとほんと切れ毛やばくて、前髪のやばくない、ここ超短くなっちゃってて、まあヘアセットしたらどうにかカバーはできるんだけどね。っていうか光に当たったらめっちゃ紫なんだけど、まあそんな感じでね、ちょっと今日は準備していこうと思います。テレビをなぜ切らないかっていうとね、昨日かな、動画でも言ったんですけど、僕はあの充電器のねコードを忘れちゃったのね。で今 Apple Watch を充電するのに、 Apple Watch の線が僕あの普通のなんていうの、 USB のなんかあの大きいあの四角のこっちタイプね、こういうタイプなんだけど、でそれのあれアダプターみたいなあの挿すやつ、コンセントかもなくて、新しく買ったやつがあのタイプ C 2つのやつなのね。もうタイプ C が多いからなんだけど、アップルウォッチだけそれだから対応できなくって、でなんとなんとテレビの裏にねぶっ刺したら充電ができたんだけど、テレビを切ると充電ができないの、アップルウォッチだから今テレビをつけっぱにして音は切ってるんだけどっていう状況なのですよね。で画角がなくてギリテレビ打つのやばいよね。ちょっとなんかこんな感じで、なんかあ、こうして隠そうかな。ちなみにこれは、化粧品とかではなくて香水です。韓国のオリーブヤングで買えます。韓国人のねお友達が紹介してくれて、めっちゃいい匂いだよって言われて買ったんですけど、ばっかいい匂い。みんな韓国に行く方はぜひこれ1本買ってください。800円ぐらいです。あとね、これ僕が使ってる今カラコンです。最近のどこの使ってるんですかってよく聞かれるから答えます。オーレンズのリアルリングっていうところを使ってます。のブラウン、オーレンズの中でずっと使ってたのも、オーレンズのロシアンベルベット、オーレンズのスカンディ、オーレンズのリアルリング、これはもうずっと使ってました。もう昔順に言ってくれ。でスカンディは今でも使ってて、でスカンディっていうのは本当にサイズがちっちゃくて目の色だけを変えたい人よって感じのやつなので、このリアルリングっていうのはこんな感じですね。この縁が若干あるように見えて、実はそこまでなんていうのパキッとした縁じゃないっていうか、あ、わかるこんな感じ。実際見たらほんとこれぐらいに発色はあると思う。結構パキッとはしてるんだけど、ブラウンとグレーがあるんだけど、僕の元の目の色的にはグレーはあんまり写真通りの発色はしなくって、ブラウンは結構綺麗に僕的には写真通りの発色をしたので、もうブラウンを使ってます。はいはい、それではねちょっとバーっとメイクを進めていきたいと思います。はい、メイク終了。リップはまたなんですけど、まあリップはね、まあギリギリに塗ろうかなって感じです。まあいつも通りですね。やっぱ髪色が変わるだけで、いつも通りのメイクもちょっと見え方変わるかなって。この後ね、今日着る服着替えて、それもちょっと紹介したいなと思います。着替えていきます。ご飯食べに来たよ。ノブルン、タイ行ったことある？バンコク。ない、行きたい。でも行きたいけど、ちょっと行きたいし、ご飯好きなんだけど、ちょっとなんか、まあ、綺麗なとこは綺麗だと思うんで、ちょっと汚いんちゃう？わかる。だからそれが心配。なんか行ってみたさはあるんだけど、なんか、韓国よりは汚いじゃん。韓国の繁華街より汚いじゃん、うん、でそのさ汚くってさ、ちょっとジメジメしててさ、生臭そうなイメージあるじゃん。それがちょっと心配で、行きたい気持ちはあるんだけどちょっと怖い。衛生面な。そうさ、来月行くの、9月に行くんだけど、そこがだな、自分も行ってみ、円今円がめっちゃ安いんだけど、それでもなんか多分それでもタイ、全然物価低くないからあれなんだけど。誰と？韓国の友達。その人？はい。しかも地味にさ、5時間かかんの。そうだから、なかなか日本から6時間らしくて。そうなんや。時差が何時間、1時間、2時間、なんかあるみたいな。価値格みたいな。うわー、楽しそう。
ありがとうございます。タクシーが捕まんない問題。え、曲がっちゃってる。ああ、来てくれた。ありがとうございます。新大久保駅までお願いします。新大久保ですね、はい、最後のショーが終わりました。お疲れ。お疲れです。疲れると思うね。違う、隣の人はずっとビールを飲んでました。家でビールを飲み、ショーを見て、カフェでビールを飲み、ショーを見て、ご飯でビール2本飲み、3本3本飲み、そしてショー終わった今です。それは疲れるわな。そんな感じで僕の東京ファッションウィーク終わりました。次はソウルです、来週。頑張ろう。仕事仕事は仕事大好き。はい、ホテルに戻ってきました。あー疲れた。てな感じでね、僕の東京ファッションウィークは終わりました。今日のファッションをね、紹介しようと朝思ってたのできてなかったんで、ちょっと紹介します。でも普通のタンクトップにリクオーエンスのパンツを履いてました。で、ジャケットはですね、こちら韓国で買った、こんな感じですね。ちょっとスプレーっぽいデザインになってて、スプレーっぽいというかスプレーなんだけど、こうデザインがね入ってます。暑かった、めちゃめちゃ。あと僕のねブランドのチェーンとライターケース新作ですね。あとマサオ財布とでね、ちょっと韓国に持っていく用で日本のお土産買いました。これコーラは今飲むやつで、こちら肌温度マイナス10度のミストみたいなやつ、ドンキで買った。あとはパルスウィートみたいなやつなんだけど、それが売ってなくて、なんかめっちゃオリジナルみたいな、なんかこっち系のやつ、これをね3つ買った。マジでこれいんの、韓国にこういうのがなくて日本で買わなきゃと思って買いました。持って帰りも、もう明日、帰ります。明日の今頃にはもう韓国にいるでしょう。はい、また次韓国のねソウルファッションウィークの方で動画回そうかなと思ってます。 GO!